ないということだけ申し上げたいと思います。テロリストという人は人を殺した人のことを言うんです。チベット人があるいはチベット青年会議がいつどこで人に危害を加えるようなテロ活動をやったでしょうか。実績がありません。実態がありません。これはあくまでもチベット人の中を分離分割したいために勝手に中国がチベット青年会議をテロリストというふうに位置づけているだけにすぎません。私たちは人間一人一人個人が人間としての人権を持っているように国際社会の通念として各民族は民族自決権を持っております。ですからチベット青年会議はそれを主張しているのにすぎません。そしてチベット青年会議は何のために120万人のチベット人が犠牲になったか、何のために私たちのお父さんお母さんが今日まで戦ってきたか、それを訴えているにすぎません。また今日ここに集まっている皆さんも、私は決して皆さんがただ単にチベット人だから集まっているのではないと思います。私はこの世の中にどの民族であってもどういう人種であっても正義のために皆さんは立ち上がっているというふうに信じたいです。そしてその正義はチベットにあると私は信じたいです。私はいかなる民族も他の民族を侵略してはならないと思います。そしていかなる人も他の幸せをぶち壊す権利はないと思います。その証拠に今日はここに中国人も来てます。ウイグルの友人も来てます。そしてもちろんあのモンゴルの方も来てます。それらの人たちはみんな幸せを求めています。みんな良識ある人たちがここに集まっております。そういう人たちの勇気とそして良識に対しても心から感謝申し上げたいと思います。それから今日この会場には坂井先生はじめ1960年代から、まあ、坂井先生だけじゃないんですけども、チベット問題は昨日今日始まったものではありません。1949年中華人民共和国成立とともに1950年以来チベット人は多民族によってそれこそ部落を使われてチベットを捉えられたんです。そしてその部落によって今日も支配しているんです。ダレルマ法王はこの部落に対して何らかの形で正当性を持つためにお互いの意見を尊重し話し合いしようとおっしゃっているにすぎません。ダレルマ法王は今も努力しています。そしてその努力に対して心から善意を送らないチベット人は一人もおりません。決してチベット青年会議も含めて誰でも法の意思に反するあるいはその政策に反対する人はおりません。しかし同時に中国が今日まで何をやってきたかということから考えてみると、そう簡単に騙されてはならないということを言っているわけです。そしてそう簡単に騙されないためには中国そのものが国際社会の常識を守るような国になってほしい。中国そのものが法律ということを尊重してするような国になってほしい。だからこのオリンピックにおいてももし世界中の人たちが2000万人殺したあのヒトラーだけを非難して8000万人殺した毛沢東の肖像の前で真面目な顔をして開会式に胸に手を当てていたらどうなりますか。この世の中が正義がなくなります。だからチベット青年会議は中国がふさわしいオリンピックの主催国家になってほしい、ふさわしいオリンピックのやり方をやってほしいということを言って、それをやらないからこういう形でチベット青年会議は世界中に訴えているにすぎません。そのことを皆さんぜひ覚えていただきたいと思います。この暑い中これ以上話すとかえって皆さんにご迷惑になりますので、私がただ一つ言いたいことは、とにかくチベット人は自分たちの幸せを自分たちが主人公になってほしいということだけ言っているわけで、って極めて単純な要求であります。極めて当たり前の要求であります。そしてそれは世界中の誰も持つべき権利でもあります。もちろん中国人もそういう権利は持つべきだと思います。中国人が自分たちの領土において自分たちの民衆が主体性を持って幸せになることは当たり前ことです。そのことをチベット人は要求するだけだということを申し上げて、心から感謝を申し上げて私の挨拶を返していただきます。どうもありがとうございました。